にですね、立体シーツの設置を見ていただけたらと思いますので、どうぞ。ゴム入りシートよりはちょっと大きめなので、まあ、割と洗濯や乾燥の手間がかかるかもしれないんですが、こういうふうに下が隠れるので、結構重宝するのではないかなと思います。割とベッドの下が、足先、ベッドの足が見えるとですね、非日常感ですかね、が損なわれるといいますか、せっかくお客様が来ていただいているのに、ベッド、足が見えるとちょっと演出が薄れるというか、そういうところがあるので、こういうお客様もいらっしゃいますね。サロンさんでですね。で、加工としましては、穴開け加工と、あとこのヘッドレストの切り込み、穴開け加工ですね、ができるようなスタイルになります。見えるかな。はい、このような感じで穴開け加工しております。立体シーツはですね、基本的にはオーダー製作ですね。この長辺と、短辺とあと高さですね。ご注文の際に記載していただいてもいいですし、まだベッド届いてないよというお客様はですね、届いてからご連絡いただいたのでも構いませんので、ひとまずご注文いただくか、またお問い合わせいただいてからサイズなどやり取りさせていただけたらと思います。はい。